ロム形式で提供される BIOS の0 1980年代のデル3 1 0コンピュータに使用されていた一組の AMD BIOS チップ。ベーシックインプットアウトプットシステムとはファームウェアの一つでコンピュータに搭載されたプログラムのうちハードウェアと最も低レベルな入出力を行うためのプログラムである。BIOS はパーソナルコンピュータに組み込まれており、 電源投入と同時に実行される。ハードウェアを初期化し補助記憶装置からブートローダーを呼び出す。またキーボードやディスプレイなどの入出力装置をプログラムから利用するためのサービスを提供する。プログラムはハードウェアに直接アクセスするのではなく、これらサービスを利用することでハードウェアさを気にしなくてよくなる。ただし近代的なオペレーティングシステムは、 この抽象仮想を使用せず、OS のデバイスドライバーで直接制御する場合が多い。IBM PC-XT のオリジナルの BIOS には、ユーザーインターフェースがなく、基板上のジャンパスイッチで設定した。システム不具合時は、エラーメッセージとブザー音で通知した。近代的な Wintel の PC では、起動時に特定のキーを押すことで設定プログラムが起動し、 画面とキーボードで設定を行える。1980年代より1990年代、中盤まで主流であった MS DOS は、ディスク、キーボード、画面表示など BIOS のサービスに依存していた。Microsoft Windows NT Linux Protect Mode で動作中の OS では一般に、OS のロードと起動までを担い、起動後は BIOS 割り込みルーチンを使用しない。BIOS は、 マザーボードの不揮発性メモリに格納され、デバイスとチップセットのインターフェースを担う。初期のモデルでは EP-ROM 等に格納され、BIOS 書き換えときは、マザーボードからチップを取り外し、専用装置で書き換えた後、再装着する必要があった。近代では、フラッシュメモリに格納され、取り外しなしでも書き換えが可能である。これにより更新やバグ修正が容易になった代わりに、 ルートキットに脆弱になる可能性が生じた。2010年からユニファイのエクステンセブルファームウェアインターフェースに移行されている。ユニフィは BIOS の技術的問題に対処することを目的とした後継である。ゲイリー・キルドールが CPM の用語として1975年に初めて BIOS を用いた。OS 起動時に マシン固有のハードウェアにアクセスする部分を記述していた。後にタキシュにも使われ、p c a t 互換機でもデファクトスタンダードとなった。MS-DOS や PC-DOS、DR-DOS DR に存在するファイル IO, SYS, IBM 部を o m IBM 部を SIS, DRAVIS, SYS などを CP-MBIOS になぞらえて DOS-BIOS と呼ぶ場合がある。PS-2 で IBM は BIOS をリアルモードとプロテクトモードに分割した。リアルモード部は既存の OS との互換性を目的とし、c ビ i s と呼び OS2 などのマルチタスク OS のために作成された部分を VIS と呼んだ。IBM PC と XT の時代には設定のユーザーインターフェースはマザーボード上ディップスイッチであった。それ以降は画面に表示されたメニューを キーボードで操作するインターフェースである。マウスによる操作ができるものもある。以降 8286CPU 搭載機までは、電池でバックアップされた CMOS に保存されていた。IBMAT では、ビデオカード、メモリーサイズ、ハードディスクを設定するには、ROM のプログラムではなくレファレンスディスケットという、特別なディスクを挿入して行わなければならなかった。 ウィンテル互換 PC ではセットアップユーティリティで各種設定をする。この方式は1990年代から変わっていない。ユーザーは画面に表示されたメニュー形式のインターフェースをキーボードで操作する。ブートに失敗した場合にはテキストメッセージが表示され、ユーティリティで設定を修正する、無視して続行する等のユーザーフレンドリーな表示が可能である。 また BIOS 設定は、電池でバックアップされたラムではなく、フラッシュロムに格納するものもある。設定画面を BIOS と称する向きもあるが厳密には誤りである。ハードウェアへのアクセスは主に入出力レジスタの操作で行うが、その動作や配置はハードウェア種によって異なる。また、読み書きのタイミングや順序にも手順がある。このため、 アクセス手順はアプリケーションで記述するより、ハードウェア種ごとにサブルーチンを用意する方が有用であり、これが BIOS である。ISA や PCI などでは、ボードの ROM に BIOS プログラムがあり、これはメモリ上に展開されて、アプリケーションから利用される。マザーボード側の BIOS をシステム BIOS、拡張カードの BIOS を拡張 BIOS と区別して呼ぶことがある。また、 同種のハードウェアでも操作方法が異なる場合もある。これに対処するため BIOS の呼び出しインターフェースは共通化されており、アプリケーションは BIOS サービスを呼ぶだけで複数のデバイスに対応できる。このような共通インターフェースはアプリケーションバイナリーインターフェースと呼ばれる。例として p c a t 互換機の VGA BIOS は共通化されたアビを呼び出すことで、 ハードウェアの違いを意識せず、文字、画像の表示を可能にした。これは、ビデオカードのロムに実装された拡張 BIOS である。同様に、ハードディスク、フロッピーディスク、キーボードなど様々な入出力処理を行う BIOS が存在するが、これら基本的なものは、システム BIOS であり、マザーボードのロムに実装される。しかし、上記が有効なのは OS が、 シングルタスク型の場合であり、マルチタスク OS ではデバイスドライバが処理を行う。特にリエントラントが考慮されていない BIOS もあり、各アプリケーションが非同期にこれを呼び出すと OS はハードウェアリソース管理が困難になる。このためハードウェア管理はデバイスドライバが一元的に行い、アプリケーションは OS のシステム考慮を利用する。BIOS を呼び出したい場合、 専用のシステムコールで可能だが、そのハードウェアが OS に保護されている場合は動作するとは限らない。組み込みシステムでは、ハードウェアのバリエーションが少なく、BIOS のような中間層インターフェースは持たないため、ファームウェアと呼ばれることが多い。電源等入時、ハードウェアの初期化及び、ブートローダーを読み込むプログラムが必要になる。 つまり、補助記憶装置からファイルの読み込みが行える状態になるまでのプログラムをロームに用意しておく必要がある。これらのプログラムは、イニシャルプログラムローダーやブートストラップローダーとも呼ばれる。プロセッサがリセットされると、リアルモードのアドレス空間1メガバイトのうち、最高尾付近のアドレスにある命令を実行する。そのアドレスに記されたジャンプ命令により、 BIOS の実行コードの先頭にジャンプして処理が開始される。電源が投入された場合は、パワーオンセルフテストが実行され、リセットボタンが押された場合はポストを省略し、メモリのテストにかかる時間を節約する。パワーオンセルフテストは、CPU、RAM、割り込み、ドマコントローラなどの搭載デバイスの他に、チップセット、ビデオカード、キーボード、ハードディスク、 光角ドライブなどのハードウェアのシステム構成をテスト、認識、初期化する。ついでバイオスは起動デバイスに指定された記憶装置を探し、ブートローダープログラムの場所を特定して実行、PC にコントロールを委ねる。この過程をブートストラップ、略してブートと呼ぶ。PC、a t 互換機のように様々な種類のハードウェアが増設可能な場合、 初期化手順やハードウェア構成に自由度を持たせておく必要がある。初期化内容などをティップスイッチやソフトスイッチで設定できる場合がある。IBM PC および a t 互換機の場合、ハードディスクやビデオカードは BIOS を拡張、追加機能を提供するオプションの ROM を搭載している。拡張部のプログラムは OS が補助記憶装置から読み出される前に実行される。 これらプログラムはハードウェアのテストと初期化を行い、BIOS に新しいサービスを提供あるいは既存のものを上書きする。例えば s c ジーコントローラーは接続されたドライブにアクセスする BIOS を提供し、ビデオカードではマザーボードに搭載された BIOS のビデオカードにとって変わる。BIOS 拡張ロムは PC 全体のコントロールを取得でき、事実上何でも行うことができる。 呼び出し側の BIOS に制御権を返さないこともあり得る。原理的には OS、またはアプリケーションを丸ごと搭載することもできる。また、ネットワークからブートするような全く違うブートプロセスにすることもできる。IBM PC 互換機では BIOS 拡張ロムを搭載したアダプタカードを着脱することで動作を全く違うものに変更できる。マザーボードのシステム BIOS は ブートに必要なキーボード、ディスプレイ、ストレージなどのコードを内蔵している。アダプタカードは独自の BIOS を搭載しており、これらはシステム BIOS を置き換える。マザーボードに組み込まれたオンボードデバイスでも動作は同様である。それらの ROM は BIOS のフラッシュメモリ上でも別々のコードになっているため、システム BIOS と同時、または別々にアップグレードすることもできる。 あるアダプタカードがブート時に必須でありかつシステム BIOS がこれをサポートしていない場合オプションロムが必要となるまたオプションロムがあればストレージドライバがなくてもブート途中にデバイスにアクセスできるようになるラムやハードディスクを占有する必要もないまたデバイスとドライバが必ずセットであるためインストールが不要という利点もある システム BIOS と拡張 ROM の内容を調べるには多数の手法とユーティリティがあり一例としては Microsoft のデバッグやユニックス系の DD があるマザーボード上の BIOS はポストを完了した時点でほとんどのバージョンの場合オプション ROM モジュールを探しに行き実行する BIOS はアッパーメモリーエリア空間をスキャンして発見された ROM のコードを順次実行する ISA カード上のロムを探す場合、BIOS は 0x0c000 から0 x 0回0 0 0の空間を2キブごとの領域でスキャンして、0 x 5 5ーザという連続した2バイトのシグネチャーを探して、ロムのプログラムのエントリーポイントを知り、先頭512バイトのブロックのチェックサムを算出して、ロムのチェックサムと一致すれば BIOS は、そのエントリーアドレスに制御を移す。 すると、BIOS 拡張ロムは拡張機能の初期化ルーチンの実行を始める。この時点で拡張ロムは実行を引き継ぎ、一般的には対象ハードウェアのテストと初期化、ブート後のアプリケーションから利用する割り込みベクターの登録を行う。拡張ロムはユーザー設定インターフェース、診断情報の表示その他や必要な動作のために BIOS とそれまでに読み込まれた。 BIOS 拡張ロムのサービスを利用する。オプションロムは、一般的には初期化プロセスの完了時には BIOS に制御を返す。制御を返された BIOS は、さらにオプションロムがないか、メモリ空間の末尾までサーチを進め、見つけた順に呼び出す動作を繰り返す。インテルの P6 マイクロアーキテクチャ世代以降では、プロセッサのマイクロコードに対するパッチを BIOS に含めることができる。 マイクロコードはシステムが起動するたびに更新される。この仕組みのない時代には CPU のバグがあると CPU の差し替えになり、過去の事例では Pentium フディブバグによる CPU のリコールが発生したことがある。デルなどが提供する一部の BIOS はスリックという電子署名を内蔵している。と、俗称されるスリックはアクピーテーブルに挿入されており、実行コードは含まない。 コンピュータメーカーは Windows や Microsoft 製アプリケーションをバンドルするにあたりスリックを元に認証する例があり、また Windows ソフトウェアを含むシステムリカバリーディスクもこれを利用する。スリックありのシステムではコンピュータ製品を対象にした OEM プロダクトキーでソフトウェアがあらかじめアクティベートしてあり BIOS のスリックに書かれた。 XML 形式の OEM 証明書と称号することで自動アクティベートが実現されている。ユーザーが Windows のクリーンインストールを行う場合には OEM キーとスリック認証の両方が揃っていないとアクティベーションを回避できないが本来は OEM によりあらかじめカスタマイズされたイメージでリストアするべきものであるため状況としては考えにくい。海賊版 Windows では アクティベーションを回避するためにスリックを編集するかエミュレートしている。一部の BIOS ではオーバークロック機能を提供する。これは CPU のクロック周波数をメーカーの保証値より高く引き上げるものである。しかしながらオーバークロックはコンピューターの冷却不足による信頼性の低下と寿命の短縮を招く深刻な悪影響がある。 不適切なオーバークロック設定は、部品のオーバーヒートを招き、機械的にコンピュータを壊してしまうこともあり得る。近年の BIOS はこれまでに紹介した以上に複雑な、例えばアドバンスト、コンフィギュレーションパワーインターフェース機能を装備しており、電源管理、ホットスワップ、温度管理などを提供する。近年は、ユニファイドエクステンセブルファームウェアインターフェースへの移行が進んでいる。 IBM PC や XT 時代には、組み込みのユーザーインターフェースはなく、ティップスイッチを用いて設定したが、8286CPU 登場以降の IBM PC 互換機では、不揮発性バイオス実装メモリーに設定を記憶するようになった。ビデオアダプタのタイプ、メモリーサイズ、ハードディスクのパラメータなどは、ROM の組み込みではなく、 リファレンスディスケットで設定できるようになった。8386世代以降のコンピュータでは、BIOS セットアップユーティリティを BIOS 自身に組み込み無用になり、一般に起動時にプレス f 1 2エンター r c m o s セットアップのような表示が出る間に、特定のキーを押すことでメニューに入ることができ、押すキーは機種によって異なっている。BIOS の UI ではなどを設定することができる。 一般的な PC のアワードバイオス設定ユーティリティ2011年現在ではパラメータ保存用 CMOS メモリはサウスブリッジに実装される近年の PC では起動時のハードウェア初期化で多くの項目に自由度があり設定内容の一部をユーザーが指示できるようになっているこの場合 VGA バイオスなどが正常に起動した後特定のキー操作でメニュー形式で 画面上に項目を表示することができ、キーボードを使って設定内容を編集し、終了時にバッテリーバックアップされたレジスタに保存することができる。編集画面で以前とは異なった内容を保存した場合は、その新たなメモリ内容でハードウェアの初期化が開始される。また、次回以降の起動時にこのメモリの内容に従って、ハードウェアが初期化される。 このパラメータ設定を行うソフトウェアや設定画面を BIOS セットアップと呼び CMOS セットアップとも通称される。プラグプレイはハードウェアのメモリマップや割り込み要求信号をプログラマブルに変更できる機能で従来はジャンパーピンなどで設定していたものを BIOS プログラムが起動時に一定の手順で自動的に設定するものである。 BIOS のパラメータ設定を容易にするために登場した機構であるが、いさの PNP デバイスでは一部不完全で問題が発生することがあり、手動で設定が必要な場合がある。その際に設定を変更するにもメニュー設定画面表示まで BIOS 起動が進行しないことがあり、そうなると問題解決はかえって複雑になる。マザーボードリソースの設定も 動作クロックや電源電圧といったハードウェアに密接した設定もメニューから変更可能な場合がある。基本的には自動設定もしくは初期値が適切な値を取るが自動での設定がうまくいかない場合等に備え任意の設定を行うことも可能にしてあるものもある。中にはハードウェアの定格動作に反するオーバークロックといった仕様に基づいた設定としては 不適切な状態にすることも可能であり、その設計マージンや個体差によって起動できない状況も発生する場合もある。それが設定の範疇と故障を起こさないものであれば、工述のように設定を初期値に戻すことで、再度起動する状態に戻すことが可能である。PC トラブルの際に BIOS の可変設定部分を初期状態に戻すことで解決するケースがある。 マザーボードのバイオスバックアップ用電池を一旦外し、しばらく待ってから電池を入れ直すことで設定が初期化される。確実を期すなら、外した電池を戻す前に、電池ホルダーのプラス極とマイナス極を金属で短絡させるのが良い。あるいは、マザーボードによっては、バイオス初期化のリセットスイッチやジャンパポストが装備されている。またバイオスによっては、 メニュー内から初期化機能を持っているものがある。この行為は CMOS クリアと通称されている。また、しばしば誤って BIOS を初期化すると表されることがあるが、可変設定部分を初期化するための作業であって、BIOS プログラムそのものを書き換えるわけではなく、メーカーが用意した初期設定値が可変設定部分に読み込まれるに止まる。ファームウェア更新に失敗した場合などに備え、 バイオスプログラム全体を初期の状態に書き戻す機能を備えたバイオスマザーボードもあるが、この場合は文字通りバイオスを初期化すると言ってよい。アメリカンメガトレンズバイオス 686PLCC パッケージに封入されたバイオスチップがソケットに挿入されている。初代の IBM PC ではバイオスはマスクリードオンリーメモリーチップに格納され、 マザーボードのソケットに挿入されていた。ロムは交換が可能だったが、ユーザーによる書き換えはできなかった。更新を可能にするために、互換機メーカーは E-PROM 後年にはフラッシュメモリなどの再プログラム可能なデバイスを採用するようになった。BIOS 製造会社ミクロファームウェア社のロバート・ブレイバー社長によると、フラッシュ BIOS チップは1995年頃から、 主流になり、紫外線により消去するプロムより安価かつ、扱いが要因になったためとしている。エプラムでは、書き換えのためにマザーボードから取り外す必要があるのに、対し、フラッシュメモリは、基板上につけたまま再プログラムが可能である。BIOS は ROM に格納され、コンピュータに組み込まれた形で提供される。基本的には、BIOS は書き換える必要がないものだが、バグの修正や、 新機能サポート時に更新されることがある。1990年代中頃までの PC では、ROM として、マスクロムやオットープロム、UVA プラムなどが用いられ、大きな問題がない限り BIOS の更新はあまり想定されていなかった。また、ROM の書き込みには、ROM ライターといった装置が必要になり、ユーザーの手元では、ROM は書き換えられないのが普通であった。フラッシュメモリが、 実用化され普及してくると BIOS をフラッシュメモリに格納しユーザーの手元でコンピュータを開けずにアップデートできることを売りにしたマザーボード製品が発売された。具体的な書き換え方法としては書き換え用にフロッピーディスクに簡素な OS の環境を作成そこから起動し書き換え用ソフトウェアを起動することで簡単に書き換えを行うことが可能となった。 さらに2000年以降は、フロッピーディスクから起動せずとも、Windows や UnixKOS といった統合環境上で直接書き換えすることができるようになった。現在では、BIOS の設定画面上で BIOS を書き換えるといったシステムを備えた BIOS も登場し、書き換え方法の選択肢が広がっている。しかし BIOS の書き換え中に停電など何らかのトラブルで書き換えに失敗した場合、 大抵そのコンピュータは全く起動しなくなる。したがってメーカーは PC に問題があってその解決方法が BIOS アップデート以外に存在しない時や OS のアップデート時にのみアップデートを実行してくださいなどと注意を促している。BIOS はコンピュータの起動の根幹であるため内容が破壊されるとそのコンピュータ自身では再セットアップすらできなくなる。 復旧する方法は、バイオスロムの交換、または、専門の業者などで、ロム焼きと呼ばれる復旧作業をしてもらうのいずれかである。バイオスロムが、ソケットに差し込まれているタイプのマザーボードでは自身で、同一のマザーボードを用意し、起動後に、問題のある、バイオスロムに差し替え再書き込みをするというあら行も、可能ではあるが、起動中のコンピュータのバイオスロムを抜くことは大変。 危険であるため推奨されない。また、2000年以降に出回っているコンピュータによっては、ロムを2つないし4つ持っているものもあり、別バージョンへの切り替えができるようになっているものもある。以上に述べたように、BIOS の書き換えにはリスクを伴うが、このリスクの低減を図る目的で開発されたのが、ブートブロック方式であり、1999年頃から採用されるようになった。これは、 BIOS r ロムを2つ以上の領域に分割し、出荷後に書き換えない部分と書き換える部分を設けるものである。書き換えない部分をブートブロックといい、BIOS を書き換えるための必要最小限の機能が含まれている。従って書き換え中の電源段などで書き換えに失敗した場合でもブートブロックを使用することで再度書き換えを実施することが可能である。 バイオスロムには時としてマイクロコードが格納される。マイクロコードを利用するデバイスは CPU、スカジーホストバスアダプタ、ネットワークインタフェース等がある。これらはバイオスブート初期の段階でマイクロコードがデバイスに転送されデバイスが活性化される。またマイクロコードではないがフップがベースのデバイスではロジックをバイオスが書き込んで活性化させるものもある。 マイクロコードやロジックは新製品や機能改良によってバージョンアップが必要になることがある。特に CPU のマイクロコードは新製品が出るつどに新しいマイクロコードが必ずと言って良いほど作られるのでマザーボードに最新 CPU を搭載するために BIOS アップデートによって最新のマイクロコード導入が必要となる場合がある。グラフィックスカードは マイクロコードを使用するにもかかわらず、例外的に BIOS ROM には含まれていない。通常、VGA 相当の専用回路で VGA BIOS 機能を提供し、OS 起動後デバイスドライバーを経由して、アプリケーション上のシェーダプログラムをマイクロコードにコンパイルして GPU に転送して実行している。2014年現在、新製品の BIOS はより複雑なユニファイド、 エクステンセブルファームウェアインターフェースに置き換えられつつある。UEFI はレガシーバイオスのランタイムインターフェースを置き換えるもので元は i t テニアムプラットフォーム向けに書かれたが現在は X86 と X86 から64プラットフォームにも提供されており仕様はユニファイド EFI フォーラムの主導で開発されている。UEFI によるブートは Windows のうち GPT をサポートするバージョン、Linux カー r n e l 2.6-1以降、MacOS のうち IntelMac で動作するものに限られる。従来のレガシー BIOS に代わるものとしては、他にオープンファームウェア、コ c ブートなどが存在する。他の系列のコンピュータでは、ブートモニター、ブートローダー、ブートロムなどの語が使われる。ワークステーション分野では、オープンファームウェアがあり。 ホース言語で記述されている。3のスパークコンピュータ、IBM の RS6000 シリーズ、その他パワー PC を搭載する CHRP マザーボードに採用されている。ありがとうございます。